会社の組織に入らないんだ。自分で商売するんだ。自分で起業するんだ。となったときに。作はね、ついじょうカょさあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、えー、ハッシュタグ50歳そろばん日記。えー、このそろばん日記はですね、えー、ゴリ先生の日記、手書きの日記だとしんどいんで、えー、毎日動画に残していくというような、そんな企画で、えー、思い立ったら、ザクバラに話していこうかなというような、えー、テーマにしております。 えー、今日はですね、今話題の、えー、ユタボンに思うことというテーマでお話していきたいと思いますね。えー、このテーマにしたのはですね、えー、ゴリ先生のところにもですね、結構相談に来ていただける方が多いんです。えー、ユタボンそうですね、中学校、えー、行く行かないの問題でだいぶ話題になってますけども、 えー、うちの生徒ではないんですけど、なぜかですね、えー、どこから、えー、聞きつけたのかよくわからないんですけど、特にあの、数学検定取得コースを作って、あとはプログラミングをやり始めて、プログラミングの授業をやり始めてから、結構そういう相談があるんですけど、中学校で、えー、中学生になって、ちょっと学校行けてないんだけども、えー、どうすればいいですかというような、よく相談を受けるようになったんですね。 そろばん教室のみの時はそんな相談を受けなかったんですけど、なぜか数件のコースを作って、あとはプログラミングのコースを作ってから結構そういう相談が本当に多いんです。特に最近増えました。中学2年生の割合が多いんですけど、まあ中学2年生からその学校になかなか行けない子もちょっと中2になってから出てくるのかなという気がしてはいるんですけど、 結論はです、ね、当然行った方がいいですよね、学校に行って身につける能力、えー、あとはコミュニケーション能力とか、えー、必ず必要になってきます。で、その相談を受けるときにです、ね、将来やっぱりどういう方向、あの当然、えー、学校行かなくて、えー、じゃあどうやってそのお父さん、お母さんが、えー、年を取ってから、どうやって生活するのというような。 話をするんですね。あとは将来何をしたいのとか、どういうような感じで、えー、イメージあるみたいな話をするんですけど。 持っててくれてるんです、えー、例えばデザインの仕事をやりたいとか自分はイラストがうまいからイラストの仕事をやりたいであるとかあとはプログラミングをやりたいとか、えー、ゲームが好きなんでそっちの方向に行きたいであるとか、えー、そんなようなあの夢をよく話してくれるんですねデザインをやるときにじゃあフォトショップやイラストレーター、えー、とかのソフトを使いながらまあ、データ化して、えー、当然どこかに渡して納品して、えー、入稿して、えー、お金をもらうという社会のシステムにはなってるんですけど じゃあ、そのソフト、えー、イラストレーターであったりとか、フォトショップであ,うあったりとか、じゃあデザインだから、デザインやイラストの仕事だから、学校行かなくても大丈夫だというような考え、えー、それ、実は、ゴリ先生、すごく間違ってるような気がして、えー、例えば、フォトショップやイラストレーターを使いこなす、結構分厚いんですよね、説明書、本当に分厚いんです。 あのゴリ先生も当然使ってるんでわかるんですけど、こなすのにもですね、やはり地頭というか、基礎学力は必要になってくるんです、特にプログラミングもそうですよね、じゃあ、プログラミング、コピーペーストでなんとかなる、それは、えー、ある一定の知識がある人、ある一定のベースの知識、それは昔よりは、えー、簡単に、あのー、いろんなことが、えー、HTML で、まずは、 とりあえずホームページからって言いますけども、えー、結構簡単だという話はありますけども、えー、やっぱり使いこなすのも基礎学力ってやっぱり必要になると思うんですよじゃあその基礎学力、えー、何も高校とは言わないですけども 中学レベルの学力っていうのは結構、ゴリ先生は必要になってくると思います。えー、特に今、まあ、数研の今、えー、勉強会を、えー、木曜と土曜か、えー、週に2回やるようになって、1年生、中学校1年生、中学校2年生を教えてるんですけども、いろんな複雑な計算問題であったりとか、その数の考え方であったりとか、えー、そういう知識は、これ絶対将来役に立つんだろうなというのはすごく、 教える方も実感はしておりますやはりそれのベースがないと、えー、いくらじゃあイラストを描く仕事デザインをする仕事プログラミングをする仕事、えー、じゃあそこに特化すればいいんじゃないかそこだけ学べばいいんじゃないかと思うかもわかりませんけど そこだけを学びたいと思っても、その説明書を、文を理解する読解力であったりとか、当然その交互の知識であるとか、えー、数学の中にも文章問題を理解しなければいけないとか、いろいろとやっぱりあるわけですよね。えー、じゃあ、その理解力っていうのもやっぱり、えー、中学校の勉強、えー、養うためには必要だというふうに思っております。 ただですね、ただですね、えー、どうしても、ゴリ先生のところに相談してきていただける方にです、ね、アドバイスをすると、どうしてもそのコミュニケーションが、えー、しんどいんだと。あのであれば、例えばですよ、提案するしたことがあるんですけど、 英検であったり、えー、数検であったり、漢字検定であったりとか、えー、そういうのをとにかく取ってくれと。2級も2級まで取ってしまえばですね、えー、いわゆる昔の、えー、今、あの、大検っていうのはないのかな。えー、いわゆる、1科目が免除になる。大学まで、えー、当然、英語に関しても。 えー、ある程度、基礎の例えば、英検3級であるとか、えー、そのあたりを目指すであるとかですね、えーそ、それを目指すんであれば、ゴリ先生は OK なような気がします、努力、えー、その漢字検定とか、いろいろとその日本語能力検定とか、いくつかあると思います、どうしてもその人とのコミュニケーションが、えー、難しい場合、う生活っていうのがなかなかしんどい場合であれば、その勉強の方法というのはあると思います。何も全、えー、全部が全部が先生は やっぱりただ、学校行って当然、友達感であるとか先輩感であるとか、えー、その集団生活の中で学ぶものっていうのはこれはコミュニケーション能力として社会に出て絶対的に会社組織に入ったとき、えー、ビジネスには絶対的に必要にはなってくるんでそこを中学の年齢で学ぶことはこれはすごくいいことだとは思うんですけどただ、その人とのコミュニケーションがどうしてもという場合は、えー、それはもうゴリ先生 OK だと思います。 あの行かなくても、実は中学校に。ただ、その代わりですよ、その代わり、いわゆる最低限の地頭、えー、最低限の教養は絶対的に身につけるべきだと思うんですね。それが、えー、しっかりとして、今、日本の場合は資格としてある程度はありますので、英検だったり、数検であったり、先ほどの漢検、えー、であったりとか、えー、そういう部分で、 いろいろ基礎の学力というのは学ぶことができるので、しっかりそれをやるという前提であれば、ゴリ先生は、そのどうしてもコミュニケーションを取る友達とのそれがストレスになってしょうがないというのであれば、学校に行く選択肢はなくてもいいのかなというふうに、ゴリ先生は思うんです。 その代わり、さっきも言うみたいに、えー、基礎の学力はしっかり学ばないとダメですけど、ね、時に大人になった時にそに、コミュニケーション能力、やっぱり社会で生きていくため、じゃあ別に会社の組織入らないんだ、自分で商売するんだ、自分で起業するんだとなった時にでもです、ね、必ず利益をお金を生む時に、必ずコミュニケーションというのが、どういう形にしろ、必ず出てくるわけですよね。えーそこでまあ 会わなくてもいいと、今の時代だから動画やメールや、えー、ネット上で、えー、ツイッターで、DM でいろんな人が撮る方法はあるので大丈夫だとは思うんですけど、ただメール打つにもその文章であったり、えー、必ず書かなければいけないわけですよね。相手に伝わりやすいようにとか、えー、そういうものもやっぱりしっかり、えー、中学で学べると思いますので。 そこら辺がですね、あの、やっぱり、えー、もし学校に行かなくても学ぶ方法というのはいくつかあると思います。今、この日本ではですね、えー、通信教育であったり、えー、文章能力を上げるためとかですね、さっきの英語能力、会話能力を上げるため、えー、数学の基礎学力を上げるためとか、いくつかありますので、そこを選択してしっかり勉強するんであれば、 えー、い,けたいけるに越したことはないですけどね、絶対ね。えー、ただ、どうしてもコミュニケーションが苦手、えー、の場合は、まあ、わざわざそこを無理して。 えー、行く必要はゴリ先生はないんではないかなというふうに思っておりますはい、えー、こんな感じでですね「ハッシュタグ #50 歳そろば日記」に関してはですね、えー、ゴリ先生が普段あのー、タイムリーな話題であるとかちょっと、えー、自分の独り言のような感覚でお話ししていければなというふうに思っておりますのでまたリクエスト、うんえー、何かあればですねぜひコメント等に入れておいてくださいそれではまたお会いしましょうバイバイ